こんにちは。速稼塾の久保です。まあ、速稼塾というね、ビジネススクール、主にネットビジネスなんですけども、こちらの方の運営が始まりまして、もうすぐ9年になります。9年ともなると、もうここまで長く運営しているネットビジネス塾っていうのはほとんどなくなっていってですね、まあ、インチキめいたものも消えていきますし、真面目にやっていたものでも、やっぱりね、稼げなくって途中で内部分解したりとか、様々なプロモーションによって、まあ、吸収合併されたりとか言ってね、やっぱりこう、創業者が単体でやってる塾っていうのはほとんどないんですよね。私が知るところ、ドリームアカデミア、これ鹿児島にあるんですけどね、吉谷拓郎さん。そして、H2 クラブというね、これ小野里さんが、澤部宏さんとやっているグループですけども、これはね、小野里さんが個人でやられてる時から比べると、9年になるかなっていうところですよね。やっぱり、私と肩を並べて、ネオヒルズから、出発した、こういったコミュニティですけども、本当なくなったなと思いますよね。まあ、毎年毎年、新しいものが生まれちゃ消えて、みたいなことを繰り返して、いつの間にかね、私が重鎮になっているというふうな、そんなね、展開でございますね。当時も私、麻雀店の親父でしたからね、懐かしいなと思います。さあ、それでね、今日はね、思い出話をしたいわけではなくて、暗号通貨がありますよね。その中でも、この、速稼塾に入ってらっしゃる方の中では、実はね、暗号通貨のカルダノエダ、こちらの方のプレセール組と、あとはね、上場後の新規購入組っていうのがね、結構多いんですよ。まあ一つには、私が速稼塾を運営して2013年からになるんですけども、カルダノエダを激推ししていたってことなんですよね。で、プレセールにどんどん連れて行きました。何十人も連れて行きました。で、購入した方もやっぱり何十人もいらっしゃるんですよ。で、その方たちは今、みんな送り人ですよね。だから、お金たくさんあるんで、私の速稼塾からは離れたと思います。ね、皮肉なことですけども、稼いじゃうと、もう私の速稼塾いらないでしょ。だから、ずいぶん離脱が起きました。特にこのカルダノエダが、昨年からね、値段をぐいぐい盛り上げてきた時に、また離脱が起きました。お疲れ様でございました。卒業おめでとうございます。という点なんですけども、でもね、まあ、新規購入組、上場後の2円、5円、7円、10円。このあたりでカルダノエダを、まあ私の放送の影響もあってかもしれませんけども、速稼塾に入塾しながらご購入された方、この方たちもおめでとうございます。現在カルダノエダ250円を超えて、300円、500円、1000円に行くんじゃないかな、みたいなね。そんなノリに乗った時期でございます。皆さんの持っているカルダノエダも、大きな富をこれからもたらしてくれる、そんな予感にワクワクしてるんじゃないかなと思います。さあ、そのタイミングでね、ブロックチェーンエキスポっていうのがありますね。もうすぐですよ。これね、画面切り替えて見ていただきます。こちらです。ね。ブロックチェーンエキスポ、秋って書いてますよね。こちらの方、幕張メッセで、10月27日水曜日から、10月29日金曜日までの朝10時から夕方5時まであります。まあ、画像ではね、密になってるところが見えるんですけども、まあその辺、いろいろと調整しながら開催されると思います。来場をご検討の方は招待券を取得してください。無料です。出展される方もこちらの資料をお取りください。資料は無料です。出展にはお金がかかるんですけどね。で、こういうふうにご案内ありますので、見ていただきたいと思います。コロナ対応もありますよね。そして、チャールズ・ホスキンソンさんいらっしゃいますね。その他ブロックチェーンの有名人が結構来ますので、見応えありますよ。AI、人工知能、ブロックチェーン、量子コンピューティング。さあ、量子コンピューターですよ。こちらの方も楽しみですね。NFT っていうのもね、何なのかが分かるようになると思います。はい。いやー、すごいですね。それでね、もう一個画面見ていただきたいんですよ。はい。バクちゃんさんですね。チャンネル登録1520人で、毎日更新されている、本当にね、カルダノエダの、もう有名人ですよ。こちらのチャンネルも。たくさん、動画出してくれてますよね。カルダノエダ10万円勝負っていうタイトルなんですけども、まあ本当にその通りで、10万円で買ったカルダノエダが、いくらになるのかってことがね、今921話までが見ることができるんですよ。さあ、それでですね、こちらの方なんですけども、今、400万円ぐらいになってると思うんですね。すごいですね。利回り400倍。4000倍その辺はね、動画見てください。でね、このバクちゃんさんが、こ
このブロックチェーンエクスポに出展されるっていうのは前お話した通りなんですけども、それに際しましてね、この度ちょっと切りましょうか。この度ね、9月30日対談をしようかと思うんですよ。どんな内容で話するのか、どんなことを皆さんにお知らせしたいのか、こういったことも込みで、まあブロックチェーンエクスポに対しての寄付も集めたいと思いますしね、それからこのバクちゃんさんね、カルダネーダのステーキングプールも管理運営されておりますので、そちらの方のね、募集もしようかと思います。まあ9月30日21時からお時間ある方はぜひズームライブにご参加くださいというご案内でございました。そしてどうしてもこの9月30日見れないよって方、もしかしたらですよ、このライブの内容を後ほど公開するかもしれません。その際は有料になる恐れがありますんでね、ご注意ください。もうぜひね、リアルタイムでご覧いただいて、質問などありましたら受け付けたいと思いますので考えておいてくださいね。それでは本日はブロックチェーンエキスポ秋に対する出展バクちゃんさんとのコラボ対談のお知らせでございました。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。